皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はチートデーで減量が加速するのか痩せることができるのかということについて解説をしていきます。まあ、ボディメイクに取り組む方でしたらチートデーご存知の方が多いかなと思います。一応ご存知ない方のためにチートデーというのがどういうものか説明をさせていただきますと、減量中にですね、1日だけこう好きなものを食べる日を設けてカロリーをたくさん摂取することで、まあ、減量中にねローカロリーの食事をずっと続けていて、そこにね体が適応して代謝を落としてしまったところにチートデーでカロリーをドーンと入れてあげることで栄養入ってくるから代謝上げても大丈夫だなというふうに脳がね勘違いをしてまた代謝を上げてくれると、それによってまたね減量が停滞せずに進んでいく、そういうね目的でチートデイをやる方っていうのがまあいらっしゃるんですね。まあ、チートデイの親戚みたいなもので1日ではなくて1食だけ好きなように食べるチートミールというものをチートデイの代わりに取り入れる方もいたりするんですけども、実はですねこのチートデイ本当に痩せられるのか代謝が上がるのかどうなのかっていうところですね、不思議に思っている方もいらっしゃるかもしれないので、それについてねちょっと解説をさせていただければなと思います。結論から言いますと、確かにチートデイを設けることで代謝は上がるんですけども、それによって減量が進むとか停滞が打破されるような可能性はほとんどないと思っておいてください。もうこれもねチートデイに関する研究っていくつかされていて、その文献へのリンクも概要欄に記載しておくんですけども、例えばね女性を対象にして3日間ですねハイカロリーの食事をとってもらった研究ですと、3日間のハイカロリーの食事の後で確かに被験者のですね代謝は上がってました。そして食欲をコントロールするのに重要な役割を果たしているホルモン、レプチンというホルモンですね、まあ、これが高くなればなるほど食欲が湧きにくい、食欲をコントロールしやすくなるというものなんですけども、このレプチンの濃度も高まったというね研究結果が出ているんです。これだけ見ると、あ、じゃあ確かに効果あるんだったらチートデイやった方がいいじゃんって思うかもしれないんですけど、これも中身をもうちょっと見てみると実はこれ落とし穴があって、確かに代謝は上がったんですけども、その代謝の上がり幅がですねたったの 7% だったってことなんですね。例えばまあ女性の方なんで基礎代謝が1日1500キロカロリーだとしましょう。その 7% だとすると105キロカロリーですね、これコンビニのおにぎり1個いかないぐらいのカロリーなんですよ。3日間ハイカロリーの食事をしておにぎり1個分の消費カロリーしか増えなかったんですよね。当然その増えた分の105キロカロリーよりもたくさん食べてるので3日間でですね、その上がった代謝と増えた摂取カロリーを考えると代謝は確かに高くなってるけども、それ以上に食べちゃってるんで減量が進むことはないですよっていうことなんですね。まあ、なので普通はですねチートデイでカロリーを入れることで確かに代謝は上がるんですけども、それ以上に食べることになるので、それによってですね減量が早く進むようになるとか停滞した減量がまたねスムーズに落ちるようになるっていうことはカロリー収支の点ではまあほとんどないと思っておいてください。そしてさっきねちょっと言いましたレプチンというホルモンですね、食欲を抑制してくれるホルモンなんですけども、このレプチンというホルモンの値もですね減量食に戻して24時間後には元に戻っちゃうんですね。食べ始める前に戻っちゃうんです。なのでチートデイを入れて食欲が抑えられるのは食べてから24時間丸1日の間だけで、1日経ったらまた食欲も出てきてしまうんですよ。なのでこのレプチンの変化っていうのもあんまりこう当てにはならないかなという感じなんですね。まあ、なのでこの数値だけ見てみるとあんまりですねチートデイを入れるから減量が進むようになるとか停滞が打破されて痩せられるようになるとかそういうものではないので、あんまりチートデイには期待しすぎない方がいいと思います。なのでそのチートデイを入れる際にはこれで代謝が上がって痩せられるそういうものではないということだけはしっかり覚えておいてください。じゃあこの数値の面だけ見てチートデイは無駄かと言われると必ずしもそうではなくて、まあやったことある方ならわかると思うんですけども、とてもいい息抜きになるんですよ。私もねずっと減量を繰り返してやってますのでチートデイも何回もやってるんですけども、まあね減量中のチートデイ楽しいですよね。食べるもの食べるもの全部もうめちゃくちゃ美味しいですしね。
まあ、なのでその減量でたまりにたまったストレスを発散することができるという点においてはダイエットにとってはまあプラスになる面もあってですね、まあ、気分的にねこうリフレッシュしてまた次の日からねこう減量を頑張るっていうその原動力になるっていうのももちろんなんですけども、ストレスがあんまり高まった状態が続くとですね、コルチゾールっていうこのストレスに対抗するホルモンがどんどん高まっていくんですね。でこのコルチゾールというホルモンは減量を停滞させる原因になるんですよ。コルチゾールが高まると体脂肪の燃焼が効率が落ちてしまったりとか、人間の体の中に体脂肪を貯めようとする働きがコルチゾールにはあったりするので、このコルチゾールがずっと高まった状態でいると代謝が落ちてしまって減量がね停滞しがちになってしまう、そういうことがあります。なのでこのストレスを発散してですねコルチゾールの値を下げてあげるという意味では、このチートデイを入れてあげる効果が得られるかもしれないっていう方はいらっしゃると思うので、まあ、例えばもう食べるのが大好きでどうしてもですねずっと減量のための食事を続けるのはもう苦痛でしょうがないと、そういう方なんかはチートデイで代謝が上がることはないと分かった上でもうストレス発散のために食べるっていう風にやっていただくといい感じでねストレスが発散されて減量も長期間続くし、必要以上にですねコルチゾールが高まることもなくてスムーズにね減量が進んでいくっていう可能性もあるので、まあ必ずしもねチートデイは絶対にやらない方がいいっていうものでもなかったりします。まあここは気分的な問題が多いのでご自身の性格とかね食事制限が苦痛なく続けられるのかどうなのか、途中でねチートデイを入れて食べる日を作っておいた方がストレスなく続けられるのかどうかっていうねご自身の性格にも関わるところなので、いろんな面をね総合的に判断してチートデイやるかどうかっていうのを決めていただければと思います。ということで今回はチートデイで代謝は上がるのか減量が進むようになるのかどうかについてお話をさせていただきました。まとめますと、チートデイで確かに代謝は上がるんですけども、代謝の上がり幅っていうのは想像以上に小さいので、実際には代謝の上がり幅以上にたくさん食べてしまってむしろですね太りやすいようなカロリー収支になってしまうので、チートデイで代謝が上がって減量が加速するとか停滞してた減量がまたねスルッと落ちるようになるとか、そういうふうなことはあんまり期待しない方がいいんじゃないかなと思います。それを踏まえた上でストレスを解消してコルチゾールを下げる、ストレスをねコントロールするという意味では非常にね有効な手段になる方もいらっしゃるので、そういう方の場合はストレス発散のためと割り切っていただいて取り入れていただくのもいいかもしれませんという話ですね。多くのね視聴者さんにはあんまり関係ないかもしれないんですけども、私のようにね競技でやってる人間が大会の後に爆食いしたらむしろこうコンディション良くなったとかですね、食べた翌日むしろ体重が落ちましたとかね、そういうケースも実は結構あったりするんですけども、そういうのもね実はコルチゾールとか体内の水分の影響が大きかったりするので、それでね体脂肪が実際に燃えてるかって言われると必ずしもそういうわけではないので、チートデイで代謝が上がるっていうことに期待はしすぎないようにしておいてくださいというお話でした。ぜひ参考にしてくださいということで、この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄にリンクを記載しておりますので、ぜひタップクリックよろしくお願いします。その他にも新商品やキャンペーンの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。